前回登板を腕の疲労のために一巡回避していた大谷の次回登板日について、エンゼルスのネビン監督が言及した。水曜日日本時間24日になりそうだ。火曜日の話もしてその可能性もあるが、ちょうどハマる日程にする予定だ。ホームに戻って、ブルペン調整もする。また話し合う予定だが、ホーム連戦の最終日である水曜日になりそうだ。もともとの予定だった日にちだ。と語った。翌日が休養日なのでちょうどええちゃう。休みを取って回復してくれてればいいけど。大谷も見たいけど無理しないでほしいな。たった一日だけど口大谷ロス。登板間隔空きすぎると逆に調子崩すこともあるからな。もう打者に専念させてほしい。エンゼルスに潰されたらたまったもんじゃない。少しでも何かを感じるならもう一巡休んでもええんちゃう。自分から登板回避を言い出すってことは、よっぽど疲れていたんやろうな。疲れているだけならいいけど、自分で言うくらいだからどこかに違和感でも出てたら大変やぞ。何か大きな怪我に繋がらないことを祈るのみ。脇腹、両足ふくらはぎ、右腕と指の痙攣が起きたのだから、休養して医療検査を受けた方が良い。ネビンの腕の疲れであって痛みなどはない。大丈夫だ心配ない。って無責任すぎひん。一郎の言ったように、無理をしてでも翔平にしか気づけない時代を過ごしてほしい。大谷はもう登板せずホームラン数を伸ばすことに集中した方が良い。強いチームなら大谷におんぶに抱っこにならなかった。一年間ローテを守れる投手なんてほとんどいないのだから、一巡回避ぐらいは多めに見ようや。なんだかんだで酷使して故障させて FA を潰しにかかってる気がする。毎年休む期間を決めたらいいと思う。歴史的タイトルが目の前にあるんやからここは頑張りどころ。やっぱ WBC の疲労がここに来て効いてきてる気がする。ネビンは大谷に頼りすぎやねん。これで大谷が潰れたら大変なことになるからな。大谷自身も投げてみないとわからんのちゃうかな。あかんかったら途中降板するやろし。